こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。今日はこちらの基板を使って L 地下、つまり LED を光らせます。この基板、L 地下をするために開発された L 地下専用のアルディーノ向け基板です。 LED を光らせる、それ自体もすごい可能性を持っていますが、その先にはいろんな応用があります。まずは基板を組み立てて動作確認。 L 地下のプログラムをいくつか試してみて、 L 地下の先に広がる世界を紹介します。 L 地下から始まる広大な可能性、ここから始めてみましょう。今回この LED シールドの購入に使える公式オンラインショップの割引クーポンをビットトレードワン様からいただいています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。まずは基板をハンダ付けしていきましょう。この基板はビットトレードワンから販売されているネコビットさんの LED シールドです。シンプルな回路で20個の LED を光らせることができます。部品の種類も少なく組み立ても容易なので、ハンダ付け入門にはもってこいです。なおネコビットさんではハンダ付け補助用のジグの 3D データを用意されています。この動画では使えませんが、気になる方はチェックしてみてください。部品は抵抗1キロオーム、 LED、ピンソケットです。まずは抵抗を基板に差し込みます。足を U の字に曲げて基板に差し込み、少し足を広げて落ちないようにします。このようになります。ハンダ付けしましょう。なお今回利用しているのは発光プレスト 20W ハンダゴテ、鉛入りハンダ 0.8mm です。このハンダゴテは通常 20W ですが、130W にブーストすることができて便利です。小手先は BC 型に変えてあります。ハンダゴテで部品の足と基板の金属を3秒温め、1秒ほどハンダを流し込み、1秒温め離します。こんな感じで抵抗がハンダ付けできました。余分なリード線を切り落としましょう。切ったリード線が吹き飛ばないように注意してくださいね。続けて LED です。 LED は取り付け方向の区別があるので注意です。足の短い方が基板上の四角い金属の穴に来るように差し込みます。こちらもハンダ付けしていきます。LED の余分なリード線を切ります。最後にピンソケットです。こちらは基板に対して垂直に取り付けること、リード線は切らないことに気をつけてください。これで出来上がりです。LED を光らせるプログラムを書いてみましょう。最初に一つだけ点滅させるプログラム、これをアルディーノウノ R4 ミニマに書き込んで動かしてみます。光りましたね。 LED はアルディーノの0番から19番までのピンに合計20個接続されているので、0から19まで順番に制御していけば全て光らせることができます。一つずつ順番に光らせるプログラム、こんな風になります。全て光ったのでハンダ付けも成功していたようですね。 LED を高速に点滅させると弱く光らせることもできます。例えばこんなプログラム、光の強弱ができました。綺麗ですね。
までは LED を光らせてきましたが、Lチカの先にある応用を少し紹介します。Lチカはただ光るだけではなく、マイコンでオン・オフを制御するという外の世界へ情報を発信する出発点です。LED を光らせるだけでもイルミネーションなどに使えますが、ピンのオンオフを LED 以外にも利用してみましょう。一つの LED を点滅するだけのプログラム、モーター駆動回路をつなぎます。これでもうモーターの回転を制御できるようになりました。 LED をじんわりと光らせたプログラム、スピーカーをつなげば音を鳴らすことができます。ステッピングモーターという回転を細かく制御できるモーターがあります。4つの端子を順番にオンオフしないといけないのですが、複数の LED を光らせるプログラムでこれを駆動できます。こんな風に L 地下ができればいろんなデバイスを使いこなすことにもつながるのです。今回はLED シールドというキットを組み立てて動かしてみました。そしてその先に広がる応用についても紹介しました。 LED シールドはビットトレードワン公式オンラインショップにて販売中です。概要欄から割引クーポンと合わせてぜひチェックしてくださいね。ハンダ付けの練習に、マイコンの学習に、気分転換のための気軽なハンダ付けの題材としてもぴったりだと思います。皆さんも無心にハンダ付けしたい気分ってありますよね。私は結構あります。このチャンネルではシンプルで奥深いこともじっくり味わって楽しんでいきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。